入り子タイガです。皆さんこんにちは。今日は私のお気に入りの T シャツを紹介したいと思います。イエーイ。一つ目はもう着てるからもう皆さんわかると思いますが、こちらです。じゃじゃん。当たられたら負け。これわかる人、わかる人がいたらだいぶオタクだな。だいぶちょっと渋いかもしれないなんですけど、最近はこういうオタクの T シャツがすごく人気があって、まあヴィンテージ T シャツというか、私はね、昔から持ってる T シャツがね、今メーカリとかね、値段を見たら何十万ぐらい、なってて、すごい時代になってますよ、今は。でも、残念ながら、私はね、イタリアでアニメの T シャツとか、ヘビーメタルの T シャツがね、めっちゃ持ってたんだけど、全部お父さんが捨ててしまっちゃって、まだあるかどうかはね、ちょっと確認しないとわからないなんですが、今回私のいつも着てる夏の T シャツを紹介していきたいと思います。こちらはね、紹介してたのは、アイドルマスターのアンズちゃんというの、キャラクターなんですよ。そう、働きたくないみたいの、かわいい、感じなんですけど、これはね、一回面接しに行ったことあるんですよ。さすがに落ちた。まあ、これでね、逆にオーディション、タレントのオーディションだったら、ね、これ面白いなんですが、それでは、NEXT!ダダーン、ウォー、セクシーですね。本当はザ・パンクの T シャツ、こういう Life is Strange というのゲームからなんですけど、私は着るのね。なんかエッチ。これ一番好きなタンクトップです。イエーイ。次はこちらです。せーの。じゃじゃーん。これストリートファイターの T シャツです。ちょっと後ろがね、一番かっこいいから、よく見せたいなと思ってます。イエーイ。これ、Evo Japan に、もらったの T シャツです。かっこいいですよ。これなんかちょっとベースボールっぽいですよね。なんとなくで。チキン。特に色がすごくピンクで明るくて特にが好きで、あのね、生地とかもね、なんかいっぱい汗をかいてもいい生地なのですごくおすすめです。まあもうなかなかもう見つからない T シャツなんですけどね。これは次は同じ格闘ゲームにしたいと思います。さあ何の作品だろう。せーの、こちらです。鉄拳でーす。イエーイ。これはだいぶ最近の、コラボの T シャツなんです。ユニクロと鉄拳のコラボしてた時の T シャツになりますので、本当何ヶ月前ぐらいに買ってて、これフェイクヴィンテージと言うんですよね。これは絶対昔とかもあったと思うなんですけど、あったかな、あったと思うんですけど、今は一番人気です。こちらね、そう、鉄拳8が出たのに、コラボ T シャツは一番最初の鉄拳のゲームです。これはね、フェイクヴィンテージ、なんかこういう色とかもね、ブラックじゃなくて、薄いブラックとか、で、こういうキャラクターとかも、一番、すいません、言い方は失礼なんですけど、一番ダサいの、鉄拳は、まあ、昔のグラフィックデザインでね、そう使って、まあでもやっぱりこっちの方が鉄拳8の T シャツよりはかっこいいという今の流行りですね。みんなよく知ってる日本のアイドルです。ではレッツゴー。ドドン。ミックミックにしてあげる。イエーイ。初音ミクとベルシカのコラボでございます。で、これはイタリアで買いました。2年前でイタリアで買ったものになります。これってさ、ちょっと2000年っぽくない？ 2000 年代。ね。ちょっとこういう。そう、これも、このデザインとかも、一番最後今流行ってる初音ミクじゃなくて、一番最初のデザインぐらいの初音ミクちゃんだから、ね、面白いデザイン設定だなと思って。で、ここに、
ちゃんとバーチャルみたいなカタカナでバーチャル初音ミク。あ、バーチャルシンガで書いてますね。バーチャルシンガー。シンガーもね、ここ。イエーイ。これはじゃあ実際そのなんだっけ、ベルシカで売ってたってことなんですけど。そう、ベルシカで売ってた。普通の方が買うんですか？え、でも普通の方買ったと思うんですよね。分からなくても可愛いと思って買う。なんかどっちかというとファッションっぽいじゃないですか。可愛い。私はやっぱりその目的で買いに行った。わざわざイタリアで買いに行ったんなんですけど、多分普通の一般の方でもデザインを見て可愛いなと思ってタダで買ったと思います。次はこれがすごく昔の作品なので皆さんまだ生まれてないかもしれないんですが、行きましょう。ダダダーン、ダダダダンダダダンダダン、グレンダイザです。私はね、グレンダイザ U の公式アンバサダーとコスプレイヤーなんですが、これはファンからいただいたものなんです。実は最近出たのコスパというのコラボ作品なんですが、やっぱりグレンダイザといえば45年前の作品でございます。お父さんの時代で、私は多分まだ1歳2歳もないぐらいで見たんですけど、ほんとちっちゃい時にお父さんと一緒に見て、まさか新しいアニメに出ると思わなかったから、こういうね、作品とかね、こういう T シャツとかも出るのはすごく嬉しかったし、ここでね、書いてあります。英語で UFO Robot Grandizer、 イタリア語でゴールドリックというんですよね。こういう後ろはね、こんな感じです。これはね、だってさ、昔で考えてみてください。もうこういう T シャツってさ、昔だったら絶対ダサかったんでしょ。ここにグレンダイザーのね、これになる時ってさ、子供が着る T シャツって感じですね。そう、子供着る T シャツだと思われるんですけど、これはちゃんと大人用の T シャツですね。え、かっこいいじゃんね、グレンダイザーにやりたい。え、かっこいいです。いや、ありがたいですね、こういう時代でね、やっと着れた。ゆり子、5歳のゆり子は今とてもハッピーです。はい、それでは私のもう一つの大好きな作品の T シャツです。もう好きなものしか着ないですね。はい、それでは、Gotta go fast、 じゃーん、Let's rock、 ソニックザヘッジョグのT シャツです。イエーイ。ソニックはね、すっごい大好きで、まあ多分ヘアカラー、多分そのアングル全部死んでるソニックがいるんですね、そこは。はい、ソニックがすごく大好きで、ちっちゃい時から。まさか今人気になると思わなかったなので、これはだいぶ最近の作品になるなんですけど、こういうロックソニックがね、なかなか見ないし、こういう文字のデザインがすっごくちょっとね、ヴィンタージュだと思います。これ昔のヘビメタルのデザインかなって思って、でこういう昔からあるゲームがやっぱり今すごく流行ってます。こちらは最高です。指指だらーん。これすごくシンプルな T シャツに見えますが、実は後ろのデザインがすごく可愛くて、これがなぜお気に入りなのは、この前アメリカアニメエクスポで、買ったの、可愛いイラストレーターさんで買って、ぬいぐるみとかもね買ったんです。このキャラクターの、犬神子のお姉さんというの、バーチャル YouTuber の T シャツです。後ろへダダーン、こんな感じ。いや、これ可愛いでしょ。いや、これ後ろはね、前にやってほしかったんですけど、本当に可愛いイラストで目ぼろし になりました。可愛いと思います。で、これちっちゃいポイントは、彼女いつもそういうちっちゃいワンちゃんのイメージなので、こんな感じでおっぱいハートになってるけど。はい、ゆりこたいがの T シャツコレクションでした。
皆さんが、一番好きな T シャツをコメントしてみてください。そしてこういう最近アニメの T シャツが流行ってるのに関してはどうと思いますかのコメントもお待ちしてます。よかったらいいねを押してチャンネル登録をよろしくお願いします。またね、チャオチャオ。